皆さんこんにちは、レックス専任講師の厚田です。それでは、2級 FP 技能士の、配点予想と、公表を始めていきたいと思います。はい、ではまず、試験を受けられた皆様お疲れ様でした。これよりですね、東京リーガルマインドで予想する、配点をこれから、申し上げていこうというふうに思ってますので、特に日本 FP 協会の、問題については全くですね、配点が出ませんので、それを、独自の予想で、申し上げていって、そんなずれることはないと思うので、これを、信用していただいてですね、活用いただければというところと、あと金融財政事情研究会につきましては、今回に関しては、個人資産相談業務の配点予想、こちらもですね、合計点、配点は出ていても、大門ごとに配点は10点というのが出ていても、小門ごとの配点が出ませんので、これも予想ということで申し上げていきたいなというふうに思ってますので、最初に配点予想をしてから、残った時間でですね、簡単な公表をしていきたいなというふうに思っています。でまず学科試験に関しては、これはもう予想でも何でもなく、60問ありまして、これはもう実施団体からも出てますが、各、1問ごとに1点というのが出ているので、単純に36問以上取れると合格ということで、これはそのままなので学科は、もうこれで終わりにさせていただき、次にまず日本 FP 協会の実施している、資産設計提案業務からですね、先に、入って点予想をしていきたいと思いますので、金融財政事情研究会が来られたからちょっとお待ちいただけたらと思います。では、こちらで予想する配点をこれから申し上げていきますので、ちょっと問題見ながら、どこかに書いてもらえればというふうに思います。はい、では、第1問から申し上げます。第1問が、問い1が2点、問い1が2点、問い2が、各1点の計4点、各1点の計4点、ですので今回第1問は、6点満点ということになります。続いて第2問の、ところですが、問い3が、2点、問い4が2点、問い5が2点、問い6が2点ということで、すべて2点配点の4問あるので、これは配点は合計8点ということで、すべて2点の配点になります。続いて第3問に行きまして、7から10まであります。問い7が2点、問い8が2点、問い9がここが3点の、問い10が各1点の計4点、各1点の計4点、もう一度申し上げます。問い7、問い8が2点ずつで、問い9が3点で、問い10が各1点の計4点となります。で合計するとこの第3問は11点満点という形になります。次に第4問に移りまして、こちら11から14あります。でまず問い11が各1点の計3点、各1点の計3点、問い12が各1点の計4点、各1点の計4点で、問い13が2点、問い13が2点、問い14が各1点の計4点、各1点の計4点となり、合計するとですね、これが13点満点という形になります。ちょっとここは配点大きいです。次第5問が、15から18までありまして、問い15が各1点の計3点、各1点の計3点、問い16が2点、問い16が2点、問い17が2点、問い17が2点で、問い18が2点、問い18が2点ということで、これで合計すると9点となりますので、第5問の、配点は9点満点ということになります。続いて第6問に移りまして、19から22になります。問い19が、各1点の計4、3点、各1点の計3点、問い20が2点、問い20が2点です。問い21が3点、問い21、ここ3点です。で問い22が2点、問い22が2点となり、合計すると、ここの、第6問は10点満点ということになります。次、第7問に移りまして、23、24、25ですが、23が2点、24が2点、25が2点ということで、全部2点の配点で、ここの配点が6点、第7問は6点という配点になります。
で第8問ですが、これも同じくですね、26、27、28ありますが、すべて2点ずつ、問26が2点、問27が2点、問28が2点ということで、6点の配点となります。で残り2問がですね、後半のところのですね、総合問題の2つになりますが、まず第9問から見ていくと、第9問が、問29から問34までありますが、問29が2点、問29が2点、で問30が2点、問30が2点、で問31が各1点の計4点、各1点の計4点、問32が2点、問32が2点、で問33が各1点の計4点、各1点の計4点、で問34が2点、問34が2点となります。で合計すると、ここがですね、16点満点、16点の配点となります。では最後の、総合問題2問目の第10問になりまして、35から40まであります。問35が、ここ3点です。問35が3点、問36が2点、問36が2点、問37が2点、問37が2点、で問38が各1点の計2点、各1点の計2点です。問39が各1点の計4点、これ4点ですからね、各1点の計4点、で問40が2点と、問40が2点。ということで、ここの第10問が合計するとですね、15点ということで15点。で、合計するとこれ100点満点になりますので、おそらくそれほどずれはないと思いますので、まあ、この配点をちょっと信じていただいて、60点以上で合格ということになります。でちょっと配点予想なので、ちょっと一旦これで、協会の方終わりで、次、金融財政事情研究会の個人資産、相談業務に移りたいと思います。では、こちらから金財の、2級の個人資産見ていきますが、これは、まあ、冒頭でも申し上げたように、これ第1問から第5問あって、これがすべて、大問ごとに10点の配点は決まってますが、内訳がわからないので、そこでじゃあこれから予想配点ということで申し上げていきます。まず第1問ですが、問1が各1点の計4点、まあ、各1点の計4点。問2がですね、各1点の計3点、各1点の計3点。で問3が各1点の計3点、各1点の計3点。つまり、全部各1点、ということで10箇所あるので、それで合計10点になります。次、第2問に移ります。で第2問ですけれども、第2問がこれ金融ですよね。金融なんですが、問4、問5、問6とあります。で、問4が2箇所、丸1、丸2とあるので、丸1が2点、丸2が2点ということで、各2点の計4点となります。で、問5が、各1点の計3点、各1点の計3点。問6が各1点の計3点、各1点の計3点ということで、これも合計すると10点満点になります。続いて、まあ、ここがちょっと一番です、ね、悩ましいところの第3問のタックスで7から9まであります。で7から見ていくと、問7がですね、各1点の計3点、各1点の計3点。問8も各1点の計3点、各1点の計3点。で、問9がですね、これ実は問題箇所が3箇所なんですよ。答える箇所3箇所。でもこれで終わりなので、結局第3問は9箇所しかないんですよ。でそこで悩ましいところではありますが、まあ、内容からいくとですね、丸1を2点にせざるを得ないだろうということで、丸1が2点で、丸2と丸3が1点ずつということになります。もう一度、問9は丸1、丸2、丸3という3箇所あるんですが、丸1が2点、丸2と丸3は1点ということになってますので、合計すると4点ということで、これで合計が10点になります。続いて第4問です。第4問の問10から問12ですが、問10は各1点の計4点、各1点の計4点。で問11も各1点の計3点、各1点の計3点。で問12も各1点の計3点ということで、第4問もすべて、1つにつき1点ということで10箇所あるんで10点となります。最後の相続ですが第5問、こちらも問13が各1点の計3点、各1点の計3点、
問14も各一定の計3点、各一定の計3点。で問15についても各一定の計4点、各一定の計4点ということで、こちらも第5問もですね、回答箇所が10箇所あるんで、全部1点ずつの10点満点ということで、まあ、これを合計すると50点というところで、まあ、先ほども説明いたしましたが、まあ、第3問の問い9が、まあ、どこが2点になるのかというところだと思うんですよ。なので仮に、ま、丸1が2点でなくて、丸2と丸3がもしかしたら どっちかが2点の可能性もまあありますが、とはいえ、まあ、ずれは1点ですから、まあ、問い9以外のところで、まあ、正解取れていればもう、ま、間違いはないと思うんで、それで、まあ、その通りいけますが、問い9のところの丸1、丸2、丸3のところで、ちょっと間違いがあった、ただ丸があったとか言った場合はちょっと若干、異なる可能性がありますが、とはいえ1点のずれだと思うので、そこだけですねご注意いただければというふうに思いますので、ただ2点のズレはもうないと思うので、 あっても1点のズレだということで、ご理解いただきたいと思います。ということでですね、一応これで配点予想は終わりましたので、まあ、あと残り、ですね、10分、少々を使いながら各科目のですね、簡単な公表というのをやっていきたいと思います。ではまず共通する学科試験から見ていくので、学科試験ですね、協会の方でも近在の方でも同じ問題なので、見ていただき、では、問1からのライフから見ていくと、まあ、問1から始まっていきますが、まあ、ライフの、まあ、特に1問目はこの行債問題なのかなということで、まあ、ここのところはですね、まあ全、まあ、全く問題なくですね、まあ基本的にこういう時、個別具体的な内容は、まあ、通常これ資格ない方が、対象になってますから、そうすると個別具体的なことをするとですね、これ抵触することになるので、3番見ていただくと、税理士の資格を有しない FP の C さんは顧客である相続人の求めに応じて非相続人の実際の財産の価格をもとに具体的な相続税額を算出しとあるので、もう個別具体的に踏み込んでいますから、これはまずいだろうということで3番が今回の正解ということになります。まあ、これは必ず合格、正解していただきたいところです。でまた問題2番については、係数早見表を使った内容になりますが、まあ、ちょっとこれ時間はかかるかもしれませんけど、まあ、やっていけば解けるところなので、まあ、これはまあしょうがないので、もう丁寧に一個一個やっていって、まあ間違っているものを選ぶ、まあ、だから3つ正しくて1つ間違っているのでそれを選ぶということなので、まあ、これはまあしっかりやっていただければ正解を取れる問題だと思います。あとは、問題3からですね、問題3が雇用保険、問題4がですね、あと国民年金、厚生年金に関する内容で、問い5、国民年金の保険料、問題6が厚生年金保険、問題7が公的年金の老齢給付ということで、あと問題8も確定拠出年金ということで、ここら辺のところは年金とかそういう社会保険絡みの問題が続くので、まあ、ちょっとここはもうライフではもう、出題はやむなしだと思うので、まあ、解けるところをですね、最低限でも構いませんので、しっかり、取っていただきたいなというふうに思います。で問題9がですね、奨学金と教育ローンに関する問題ということでですね、まあ、ここのところもテキストにこれ必ず載っているところなので、まあ、ここはぜひとも取っていただきたいなと思うので、まあ、そうすると、まあ、もしかにライフの中核のですね、社会保険とかですね、年金絡みと落としたとしても、まあ、問題1と問題2と問題9、これ3問取り、さらに最後の問題10ですが、これ貸借対照表に関する次の記述のうち最も不適切なものということでですね、まあ、ここのところが結局会計のことを聞いているんですけども、これ会計やってる方であれば決して難しい話ではありませんので、非常にですね、得点源になりやすいところだと思います。で例えばですけども、これ3級でもあったんですが、ちょっと2番見ていただくと、2番有形固定資産には、まあ、形ある、長く使える資産ということですが、土地建物機械、設備など含まれ、まあ、言ってることを正しく、その後そのいずれも減価償却が行われると、減価償却が行われるものというのは価値が低下するものになります。で今見た中に土地というのは価値は低下しませんから、通常非償却資産だと言われています。ですから、まあ、これ2番が、まあ、正解なんですけども、これって会計をやっている方からすれば非常に簡単な問題です。
なのでやはり、まあ、ここのところから見ても会計の勉強してくださいねというメッセージだと思うんで、まあ、そうすれば最低でもですね、年金のところをが取れなかったとしても4問はいけると思うんで、まあ、4問5問を拾っていただくのがまずはいいんじゃないかなと思うので、そのような形で対処いただければと思います。次のですね、問題11から問題20のリスクに入っていきまして、まあ、リスクの場合、例えば少額単計、まあ、少額単位がメインということはそれほど多くはありませんが、まあ、これは出てもおかしくないところだと思うので、こちらですね、問題11しっかり、まあ、できるようにしておいていただきたいなというふうに思いますし、まあ、問題12のところの一般的な商品性につきましては、これ例えば、個人年、今回たまたま個人年金ですが、例えば生命保険のですね、終身保険とか、定期保険とか養老保険とかそういうところでもよく出るんで、ここの一般的な商品性はしっかり、解けるようになっていただき、あと問題13も同じく総合福祉団体定期保険の、商品性とありますが、ちょっとここで通常、まあ、商品性まで聞かれることは通常ないと思うんですが、まあ、ここの内容はやるべき内容だと思うんで、まあ、12と13、まあ、可能であれば正解取っていただきたいなというふうに思います。はい、で14以降ですが、まあ、14のところの生命保険の課税関係に関するということになっているので、まあ、こういうところで非課税なのか、なんとか税、まあ、所得税なのかとか相続税なのか、まあ、いろいろ税金あると思います。そこの課税対象というのはしっかりここも理解すべきだと思いますし、問題15についてはですね、これについては法人契約に関する経理処理となってますので、まあ、ここのところについてはですね、3番が今回不適切となっているので、逆に言うとそれ以外全部、正しいわけですから、まあ、ここのところについてはですね、逆に別に3番を取ろうとせずともですね、124、この124は非常に基本的なの で、なぜ基本的かというと、1番については、まあ、これ読んでいけばハーフタックスプランのことを指していますから、ハーフタックスプランについては半分が資産計上で半分が損金に参入できるという話なので、まあ、それ知っていれば1番解けますし、2番についてはですね、終身保険の保険料はこれ基本的に全額資産計上、保険金積立金の資産計上なので、これも問題なく、正しいと分かると思いますし、4番ですね、4番は解約返礼金のない医療券、つまり掛け捨ての保険料は 全額損金の額にということで、これも正しいので、別に3番が、まあ、細かいところを知らなくても124が正しいと分かれば3番が間違っているという判断ができると思うので、そのように今回この問題解くべきだと思うので、別に3番のところちょっと細かいところまで覚える必要は全くないと思うので、124で正解を取っていただきたいというふうに思います。はい、あと16は障害保険なので、まあ、障害保険の場合はですね、ちょっと見た瞬間に分かったんですけども、1番、障害保険では他の契約条件が同一の場合、保険料は被保険者が男性の方が女性より高くなるとありますが、障害保険って怪我ですからね、怪我は男性女性関係ないですからね。なので生命保険であればこういうふうな男性の方が高いとか女性の方が高いってあると思いますが、怪我の場合については関係ありませんから、これもうこの時点で間違っていると判断ができるので、まあ16番は1番が正解となるんですが、そういうこともあるので決してこれ難しい問題ではないと思います。あとは17番が自動車保険で、18が損害保険の課税関係、19がこれは第三分野の保険ということになってますし、あと20番が、生命保険を活用した法人の福利厚生に関するアドバイスということで、まあ、別に確かに内容はちょっと細かいところは出てはいるかもしれませんけど、まあ出題の傾向としてはいつもと同じなのかなと思うんで、まあ、ここら辺は6割とか7割ぐらいは取っていただければなというふうに思うので、まあ、ちょっとライフに比べてこっちの方がもしかしたら取りやすいかもしれないです。で次がですね、21から30の金融になります。でこちらについてなんですが、まあ、21がですね、まあ、景気動向指数ということで、まあ、景気動向指数はテキストにもしっかり書いてあるはずなので、まあ、正解を取っていただきたいと思いますし、問題22のですね、まあ、金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性ということで、まあ、貯蓄預金とか当座預金とか、あまり一般の方が当座預金って目にすることはないと思いますが、まあ、こういうものが出たりするんで、まあ、ちょっと細かい内容が出たりはしますが、可能であれば正解を取っていただきたいなというところになります。
はい、であと23は ETF の話なので、まあ、ETF 今回株式は出ていないと思う、株式の信用取引は出てますが、まあ、あの ETF についても決して難しいところではないと思うのでここら辺取れるようになっていただきたいのと、あとですね24のところで、まあ、一般的な、まあ、株式指標の一般的な特徴についての問題が出てますが、ここにあるような PER、PBR、配当成功、配当利回り、あと ROE とか、そういうものはやはりあの2級では非常によく出るところなので、まあ、3級のところでも出ますし、2級でも出ているので、しっかりここは計算式はもう試験直前までに覚えていただかなければいけないのかなと思います。まあ、25が信用取引、株式の信用取引ということで、これもまあやっていけばできるんじゃないかなと思います。あとは26が金融派生商品、27がポートフォリオ、28がやはり毎回出ているようなNISAと。で、NISAはあのもう正直言って金融ではもう間違いなく出るところなので、NISAのところは、で、制度改正も、たびたび行われていますから、まあ、試験受けるタイミングでどうなっているかということで、これは必ず整理しておかなければいけないと思うので、まあ、そういうところの整理ができていれば、28はしっかり正解に、取れると思います。あと29のところですが、まあ、これも見た瞬間にちょっと分かってしまったんですが、29、預金保険制度に関するもので不適切なものを選べということで、1番ちょっと見ていくと、ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預け入れ限度額である元本1300万までが、までとその利息が預金保険制度による保障の対象となると、保護の対象になると書いてありますが、ここに書いてある預け入れ限度額と預金保険制度の保護の対象は同じではありませんので、他の金融機関が1000万円までになってますので、ゆうちょ銀行であろうがこれは1000万と、ただ限度額は1300万まで広がりましたよということで、ただ1000万超える300万はペイオフの対象外となってますから、まあ、そこはちょっと気をつけなければいけないところなので、あの混同しないようにしてほしいと思います。まあ、あとはちょっと30は金融商品の関する法律なので、まあ、ここはやってしっかりできていただきたいなというところになります。で、続いて問題31から問題40のタックスのところなんですけれども、まあ、ここのところでは例えば問題33番であれば、損益通算の問題は必ず毎回何らかの形で出てますので、まあ、対策しっかりしておれば、損益通算できると思いますし、問題34の住宅ローン減税の話ですね、ここについてはですね、正しいものどれかになってますので、はい、ここの場合はもう、正しいものどれかとなっているわけなので、ここの場合だとですね、4番ですよね、4番じゃなければいけないので、まあ、この場合 1,2,3 間違ってますが、どこが間違っているかというところが、しっかり分かればいいと思うんで、まあ、所得金額が3000万を超える年分は対象外ですよとか、年末はなんか4000万ですよとか、あるいは10年間、減税で受けられますよとか、そういうところ、金額、年数とか、これはしっかり覚えていただくといいかなと思います。あとは35についても、青色申告者が受けられる特典とあるので、これも見た瞬間に答え出るんですが、1番の、純損失の5年間繰越控除とありますが、あの個人の場合は3年間というものが非常に多いので、まあ、特に繰越控除については3年間しか認められていませんので、まあ、このところ他のところちょっと難しいところあったとしても、まあ、5年じゃなくて3年間と分かれば正解取れるので、決して難しい選択肢ではないと思います。で、その後ちょっと今回見てて特徴的だなと思うのは、36から始まって36、37、38飛ばし39、40ということで、法人に関する問題が、まあ、ちょっと損益計算書が法人かというとちょっと別ですが、まあ、法人絡みの問題が4問の、消費税が1問ということは、所得税が5問しか出てないということで、近年の傾向で所得税5問ってなかなかないと思います。まあ、少ないという意味です。なので、まあ、今回法人の方の比率が高かったので、まあ、法人のところでちょっとおろそかになっていると、もしかしたらですね、できなかったかもしれないので、まあ、とはいえですね、できるところできればできるところをしっかり取っていけばいいと思うので、あの慌てることなくですね、まあ、解ける問題からしっかりやっていくという形でやっていただければと思います。はい、で、あとはですね、まあ、ちょっとここで言うと、せっかくの40万ですね、まあ、先ほど問題10でも確か貸借対象表の話、問題10、そうですね、貸借対象表の話があったと思いますが、問題40も結局一般的な損益計算書貸借対象表の話で、ちょっと重複してるのかなと思いきや、まあ、内容問題は違うのでいいんですが、まあ、やはりここも会計のことを知ってるかということを聞いているので、
まあ、ここのところでは3番ですね、問題40は3番が正解なんですけども、どういうふうになっているかというと、貸借対照表において純資産の部の合計額がマイナスになることはない、言い切ってます。マイナスには絶対ならないよと言ってますが、そんなことはなく、あの言葉として債務超過という言葉があるかと思います。債務超過という言葉があって、結局純資産の部が、あの例えば資産よりも、まあ、負債が、資産と負債のバラ、まあ、結局負債プラス純資産が、資産になるんですけども、ただここのところ当然ながら、債務超過という言葉がある通りマイナスになることも当然あるので、もし赤字が続けば、赤字が出るとその分だけ、純資産の部がどん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 少なくなっていきますので、それで債務超過に陥ることもあるので、まあ、マイナスになることはないと書いてあります。これが間違っているということで、まあ、これが正解だという形になります。ということで、今回ちょっと法人に関する問題が多かったんですが、まあ、決して難しい問題ではないと思います。で、41から50番までが不動産ということになりますが、ここについてはですね、例えば問題43がですね、まあ、民法の改正があったので、まあ、どうなるかなとは思ったんですけども、あの危険負担のところは出ていなかったので、まあ、そこまで踏み込んでいないなというのは思いました。ただですね、まあ、ちょっと今回だと43のところはなかなかですね、過去において出たことがないんじゃないかなということで、例えば、1番不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を有しないとなっていて、うん、そうだなと、聞かれたことはあまりないよなというところがあるので、これについては別にですね、43につきましては、別に正しいものが4番だから、別に契約書作成しなくても効力自体はあります、まあ、口約束口頭でもいいですよという話なので、まあ、そういうところもあったりするんで、まあ、ここのところですね、ちょっと聞き方があまり多い、まあ、いつもあるような形式ではないので、難しく感じるかもしれませんけども、まあ、冷静にまあやっていただければなというふうに思います。あと今回の問題は過去の傾向通りだなと思うのが、例えば44と45が、まあ、ちょっと問題は見ませんが、借地借家法に関する問題、またですね、ちょっと一つ飛んで問題47が区分所有法に関する問題ということで、まあ、通常この借地借家法と区分所有法というのはテキストでも近いところに載っているケースが多いんですよ。だからここのところでそこをしっかりやっておれば、例えばテキストで10ページぐらいのところが3問出たというのであれば、やっておけば効率がいいわけなので、まあ、今回のところはまあ傾向通りの問題が出ているなというところが伺えます。あとはですね、まあ、48から50番のところで、まあ、例えば固定資産税、投資計画税のところはこれまあできなければいけないと思いますし、譲渡した場合の話もあって、決してこれ難しいところじゃありませんし、まあ、不動産の有効活用についてもこういう形の出題は今多いですから、この方式だとこういう特徴があるよとか、そういうのをやっておけばいいと思うんで、まあ、不動産今回だとしっかり点は取ってほしいなと思います。で、最後の51番から60番の民法のところですが、ここのところだと、まあ、51は贈与に関する内容なので、ここのところですね、まあ、4番が、ちょっと別のところでちょっとね、いろいろ今問題見てたので、どこの問題かというのは言えないんですけども、死因贈与によって取得した財産は贈与税の課税対象とありますが、死因贈与の場合はこれ相続税の課税対象になります。だからここはまあ違うので、まあ、51番はすぐ正解取れるような問題だと思いますし、例えば52も、贈与税の、計算ということで歴年贈与とかそういうところの話は決して難しい話ではないので、ここも正解取っていただきたいと思いますし、問題53は民法上の相続に及び相続分ということで、まあ、そのケースが載っているので、まあ、ここのところでは配偶者の相続分が重要になってくるのかなというふうに思うので、そうですね、配偶者と母であれば3分の2と3分の1、これ間違ってませんし、配偶者と姉の2人の場合は配偶者が4分の3、姉が4分の1ということになりますし、あとはですね、代収相続人の話も書いてあって、これ間違ではありませんし、4番のところちょっとここ読みますが、相続人となるべき非相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子が、この子が代収して、相続人になるとありますが、あの相続放棄については代収相続絶対に発生しませんので、ここは、まあ、53は4番が間違っているということで、これが正解になります。
あと54につきましては、これがですね、まあ、改正があった民法の内容を聞いているのかなということでですね、2番のところですが、遺言者が実質証書遺言を作成し財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせばその目録は辞書することを要しないということで、これは今回の回答とは直接関係ないんですが正しいです。今はあの財産目録についてはパソコンで作ったものであったり、通帳のコピーでも、代用できますので、全文辞書の必要はなくなっているというところを理解いただきたいと思います。あとは3番については、公正証書遺言の作成者遺言書は、撤回できませんとあります。別に撤回は自由ですから、まあ、これが3番が正解かなというところですね、となります。あとは55が相続税の課税財産、56番が債務控除の話、あと57番がですね、相続税評価額とか、あと58、まあ、これも出ないわけじゃないので家屋の評価についてはまあ覚えておけばできる話なので、まあ、これはまあケアしておけば必ず正解取れるところだと思います。あとは59の、まあ、相続対策、60が事業承継対策という対策の問題も出てますので、ただ若干ちょっと傾向はいつもと若干違うなというところもあるので、まあ、最低のところで逃げ切れればということで、まあ、今回まあ60もありますけども、まあ傾向通りのところもあれば新しいところもあったりというふうなところは判断としては難しいところではありますが、まあ、難しいところでなく、平易なところで取っていくという、ところが求められると思うので、あの決してここの問題でもですね、難しいところを取ろうとするんじゃなくて、基本的なところでしっかり取っていけばですね、合格は必ずできる問題になってますので、まあ、そのような形でやっていただきたい。ただちょっと難しいかなという気はします。はい、では続きまして、今度は日本 FP 協会の実技試験の、まあ、簡単な公表をやっていきたいと思います。で今回、まあ、配点予想を見ていて気づいたことは、あの各1点というところが少ないなと。各1点が少ないということは、回答箇所が少ないということになります。なので逆に言うと、例えば各1点のところ大体丸×が多かったり、丸×だったり、あとは5区を5群の中選んでということがあるんですが、それがなかったので、逆に言うと、まあ、そこのところでもしかしたら分からなくても正解取れたところがあったのが少なくなったので、もしかしたら若干、まあ、合格率下がるかもしれないですけども、とはいえそんな難しい問題でもないなと思ってますんで、じゃあちょっと簡単な公表をしていきたいと思いますが、まあ、傾向は基本的に同じだということで、まあ、第1問のところはまあこれはこんな感じかなと。で第2問の金融の問題がですね、ここのところについては計算がですねなかったですね。珍しくないなと、まあ、あの計算チックなところはありますが、ないので、だからここのところはですね、もしかしたらうまくやっていけば取れている方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、計算問題が珍しくここではなかったということが言えます。で第3問のこれが不動産ですね。不動産のところですが、まあ、問い7あたりはもう必ず正解取らなければいけませんし、問い8の登記事項証明書読み取りも決してこれもできなければいけないと思うのでしっかりやってもらって、あと問い9のですね、今回の場合は防火地域に耐火建築物を建てていくような形なので、まあ、これも容積率、建蔽率使っていきますが、決して難しい問題ではないと思うので、ここのところをですね、まあ、あのしっかりできるようになっておいていただきたいと思います。あとは10番が、普通借家契約と定期借家契約の違いみたいなところなので、まあ、ここのところもですね、しっかりここを見ておけば、先ほど学科試験でもですね、借地借家法、まあ、借家絡みも出てますけどもしっかり出てるんで、まあ、お昼休み中にそこのところ見ておけばまた頭に入っているものが出てくると思うんで、できると思うんで、ここもしっかり、正答を取っていただきたいなというふうに思います。次のですね、これが保険証券の読み取りのライフに関してですが、まあ、ライフの問題は保険証券の読み取りが圧倒的に多いので、例えば問11については、次のページに、まあ、あ、い、うというのがありますが、例えば1つ目は、陽子さんが現時点で糖尿病で12日間入院した場合の、保険会社から払える給付金の合計いくら、で2番目が陽子さんが現時点で初めてがんと診断された場合、あと3つ目が陽子さんが現時点で交通事故で死亡した場合というところがあるので、これ自分で金額書かなければいけないので難しく感じるかもしれませんが、特にまあ引っ掛けというかですね、過去においても間違いが多いのが3番目の
陽子さんが現時点で交通事故で死亡しというところです。で、ここのところですが、交通事故で死亡した場合、保険証券のところのですね、ご契約内容を見ていただくと、上から就寝保険が200万、定期保険が2800万、特定疾病で、ここの特定疾病を誤解される方がいますが、これは生前の、生前給与の特約がついているんですが、まあ、この特定疾病に該当すると、亡くならなくても500万払うよ。でも亡くなったら500万払うのはこれ一緒ですから、まあ、この500万を含めて、さらに傷害特約ということで、まあ、交通事故の場合、傷害特約が使えていくので500万ということで、これだけで4000万ですね。これだけで4000万になります。あと忘れてはいけないのが、同じページですね。今の EU があるところのがん保険のところを見ると、がん以外による死亡が10万載ってますので、だから4000万プラス10万では4010万というちょっと微妙なところですが、ここ引っかからなければ、まあいつも通りの話なので引っかかりはしないと思うんですが、しっかり取ってほしいなと思います。あとはちょっと12、13、14あたりは飛ばさせていただき、まあ、14番は、これはですね、実際にはそうです、自動車ですね、自動車のところなので、まあ、今回たまたま自動車でしたけども、まあ、台風を想定するような火災保険とか、まあ、そういうのも出てもおかしくないと思うんで、ここら辺はしっかりやっておけば、取れるところではないかなと思います。で、第5問がタックスに関する問題で、今回アパートの、話ですね、アパートの話なので、ここの場合何が必要経費になるかとかいう話なので、まあ、この場合なんですけども、結局これって上に資料がありますが、資料を見なくてもできることもあるので、特に日本 FP 協会の問題って資料がやたら多いので、まあ、こういう資料を読み始めると90分という時間があっという間に過ぎてしまうこともあるので、必要であれば資料を見る、必要なければそのまま解いてしまうというふうなことでやっていけばいいと思うので、これについてはしっかりできるようにしておいていただきたいなというふうに思います。決してこれ資料見なくても解ける問題もあるので、そのようにやってください。で、16がですね、退職金の話ですね、退職所得ですから、だからここのところも、まあ、退職所得の計算式、必ずこれ覚えておかなければいけないので、覚えておればできますので、これ確実に正解を取るところですし、あと次、17がトラックを買った場合の、これ、減価償却費の計算なので、まあ、9月に購入しています。で、あとは4ヶ月とも書いてあるんで、まあ、買った時からすぐに使い始めたというふうに考えてもらえればいいので、まあ、この場合、月割り計算するんで、12ヶ月分の4ヶ月使いましたよと。あとはここに載っているものを使っていけばいいので、で、今回個人事業主さんですから、まあ、この場合は定額を使わなければいけないので、定額を使いながら計算していけばいいのかなというふうに思うんで、そのようにやってみてください。あとは18、これについては、これも、まあ、見ていただくと、老齢厚生年金、企業年金と生命保険の満期保険金というところなので、まあ、この場合、満期保険金は一時所得、厚生年金と企業年金は雑所得ということなので、そこら辺をしっかり見分けながらやっていただきたいところになります。次、第6問、これがですね、相続ですよね、相続。ということで、まあ、最初、EU に入れる問題。ですね、で20が20、この商業墓地、これ必ず正解取らなければいけないので、あは 80%、 いが 50%、それであとは、3年以内のものは除きますとなっているので、それを選んでいただけるので、20番は3が正解です。3が正解となります。はい。で、あとはですね、22ですよね、22、杉山さんがということで、まあ、杉山さんが、ちょっとすみません、これ、親族関係図見ないといけないので、あ、ないな、杉山さんは2020年、夫から居住不動産贈与を受けたと、で、これ、まあ、この場合、2000万引けばいいので、2000万引いて110万引いて、あとはこの場合、夫婦の場合はですね、直系存続からの贈与の、括弧の即算表は使えませんから、必ず括弧の即算表を使うということで、まあ、こういう表がですね、2つあると、あ、どっちだろうって迷うかもしれませんが、しっかりこういう時はこれを使う。こういう時はこれ使うというのが分かっていれば、2つあっても悩むことはないので、まあ、今回夫婦間の場合は必ず、カッコロを使うことになりますので、親子とか、そういうものではないので、ここを気をつけてください。あとはですね、21は、課税額の合計、まあ、これ素直に計算してもらえればというところですし、あとはここの場合だと、生命保険の、非課税枠であったり、あるいはですね、まあ、そうか、それぐらいですかね、そこを考えていけばいいということなので、今回の問題は、21はですね、回答が書いてない、用意されていますが、自分で書くって本当に、ね、勇気がいるんで、ここのところは、まあ、
通常はこういう時って引っ掛けとかありませんか、普通にやってもらえれば解けるようになっているんで、まあそのようにやってください。で第7問が、これキャッシュフロー表の問題ですけど、これはもう本当に毎回出てるところなので、まあ、しっかりここのところをですねやっていただければなと思うんで、ちょっとこれは必ず全問正解取っていただきたいというふうに思います。で第8問のところもこれ係数早め表を使った問題で、まあ、26、27、28という、まあ、お決まりの3問が出ているので、ここも必ず絶対に3つ取らなければいけないところで、3つ必ず取ってください。であと残り第9問第10問が総合問題ということになってますので、あとはここでいかに点数稼ぐかだと思います。で総合問題なので科目が横断しているところがあるので、そういうところはありますけども、まあ、ここのところ先にですね、細かいところやるよりも後ろからやっていった方が点数伸びることもあったりするんで、特に第9問とか第10問って節令があってそこにぶら下がっているので、時間がなくなってしまうとですね、問題解こうと思ったら節令のところで読み落として間違うということもあるんで、まあここでやるならば問題9第9問と第10問は先にやってから、あとは他の、設定と関係ないような単独問題をやった方がいいと思うので、まあ、問題第9問と第10問はこれ合計点が31点配点あるわけなので、まあ 30点あるわけですよ。だからこれを先に仕上げてから他の問題やった方がいいんじゃないかなという気はします。はい、でところなんでちょっとすいません、解説はこれでやめさせていただきます。で問題第10問についてもこれも、なんだっけな、この問題も総合問題になってますので、例えば問35のこのバランスシートの純資産額を求めさせる問題ずっと出てます。途切れることなく出てますので、これ必ず正解取っていただきたいというところですし、あとはですね、まあ、37番ちょっと計算問題が出ていたりするんで、まあ、これはちょっとまあ計算問題でもペイオフの話の計算問題ではありますが、やっていただきたいのと、あと38番もですね、配偶者控除ということで、配偶者については合計所得金額によってです変わってくるんで、まあ、そこら辺のところがしっかり分かっているかどうかというところですね、そういうところを確認いただき、まあ、そんなところかなと思うんで、ちょっとすいません、あんまり話してもしょうがないので、こんな形なので、ここのところは傾向自体は基本的に一緒です。傾向自体は一緒、ただ問題の難易度というのは当然その回によって変わるところはありますが、まあ、そこまでですね難しいということではないと思うんで、しっかり日頃から学習されている方であれば6割60点はしっかり取れると思うんで、まあそういうふうな形で、まあ採点してみてください。では最後に金融財政事情研究会の簡単な公表ということで見ていきます。まあ、こちらはライフがなく、リスク、あ、ごめんなさい、ライフ、リスクがなく、ライフ、金融、不動産、タックス、不動産相続の順番になります。で、こちらについては、ね、最初が、第1問ということでですね、47歳現役の方ですから、まあ、今後のですね、まあ、年金どれぐらいもらえるかというところの計算が出てくるんで、ただ問1についてはですね、下に資料が用意されているので、まあ、ちょっと空欄になっているところあるかもしれませんが、まあ、全部覚えなくてもできるはずなので、まあ、こういう空欄を空欄には計算式をうまく使いながら正解を取っていただきたいなと思います。あとは問2がですね、まあ、アドバイスの話で、例えば、老後の年金収入を増やすためにはこういうふうな、やり方がありますとか、個人年金の今回メリットはこういうメリットですよとかあるんで、まあ、これも内容が分かっていれば、埋められる、まあ、ご区分ちゃんと用意されている埋められると思うんで、まあ、ここできるようになっていただき、あとはですね、まあ、問3がアドバイスということで、丸×ということなので、まあ、正しいか間違っているかを選べばいいということで、まあ、ここのところですね、まあ、できれば5点、6点ぐらいは取っていただきたいところだなとは思います。次、金融についてですが、これは2期比較ですね。X 社の2期比較、49期と50期を比較する問題ということで、でこれに関してはまず、問4がですね、これ2点ずつにしましたけども、丸1が50期の ROE、で丸2が50期における配当利回りということで、これは学科試験でも計算式を覚えてくださいと申し上げておりますが、やはり、まあ、学科試験で、のところでも覚えているのが当然実技でも、答えられると思うので、まあ、それはやれば必ず解けると思うので、4点ここしっかり取ってほしいなと思います。あと5と6なんですが、5については米国の経済指標、6がですね、株式の購入ということなので、まあ、こういうところですが、ここも、丸×の話なので、まあ、取れるところを取っていくということで、全問正解取れなくてもですね、一つ一つ、まあ、分かるところだけ取っていけばそれで十分だと思うんで、まあ、それでここでは6点、7点取れれば御の字ではないかなと思います。
で次第3問がタックスということで、まあ、今回医療費控除の話がまあ問い7出て、で問い8がですね所得税の課税に関する問題で、問い9がですね今回は、最終的には聞かれてはいませんが課税総所得金額を計算するへの流れが聞かれているということなので、まあ、総所得求めたりとか扶養控除求めたりあるいは基礎控除で基礎控除につきましてはこれがですね2020年分の話になっていますので2020年から基礎控除の金額がですね38万から48万に上がっているというところがあるので、まあ、そこをちゃんと知っているかどうかという、まあ、これは改正論点が聞かれているので、まあ、ここのところは48万必ず正解できるようになってほしいなというところになります。はい、で続いて第4問の不動産ですけども、不動産の場合今回は公土地、乙土地があり、まあ、ここの場合用途地域がですね近隣商業と大衆住居地域で異なりますよ。でただこれ一体利用の話になっているので、まあ、一体利用すると全体がですね今回過土地になりますよとか、まあ、そういうところがあるのでそういうのを加味しながら、まあ、計算していくと。ただ問い10はですね計算過程ちゃんと、まあ、あってそこに埋めていくような形なので、まあ、ここはしっかりやることやってれば取れると思うので、ここはですね4箇所あるんでしっかり4点取ってほしいなというふうに思います。あとはですね問11が交通を一体とした場合の有効活用に関する内容ということで丸×なのでこれもできなければいけませんし問12もですね、まあ、ここのところは路線化の読み方が書いてあったりするんで、まあ、1番であれば 300C とか 200C は1000円単位で C は借地権を荒らして 70% と、まあ、これはもう覚えていらっしゃる方はすぐできると思うんで、まあ、ここのところも正解取ってほしいので、まあ、ここの問題としてはまあそれなりに高得点、まあ、傾向をしっかり、まあやってる方であればできるんじゃない7割8割取れるようなところかなと思います。で最後に、相続事業承継のところですが、まあ、今回の場合だとですね親族関係図があり、13が直系存続からの住宅取得資金となってますので、まあ、もちろんここのところ知っておれば、答え取れますし、まあ、今14番みたいな課税価格の合計が出ていて、まあ、今回の場合遺産にかかる基礎控除3000万プラス600万かける法定相続人を親族関係図がちゃんと求めなくちゃいけないのでそれが求まってあとはそれが求まらないと丸2とか丸3できないので丸1ができれば丸2丸3できると思いますが丸ただしそうですねできないので、ちょっとこれは結構ですねリスクの高い問題だと思うんでできれば全部取れるしでき、最初入り口間違えちゃうとできなくなってしまうので点が取れないのでここ慎重にやっていただきたい問題というふうに、伝えておきます。あとは遺言の話があるのでここはまあ決して難しいところではないと思うので、まあ、この問題14が仮に取れなかったとしても13、15で、まあ、6点は取ってほしいなというふうに、ごめんなさい7点取ろうとも取れるんですね7点あるんでなので取れそうなところでもあるのでそういうふうに逃げるというのが必要だと思います。ということで、まあ、近在の、個人資産はこんな形なんですけども、どうしても節例があって、それに紐づく問題になってますので、節例のところの問題がですね、ちょっと苦手なところを被ってくると、得点が本当取れないということも出てくるので、対策するところは少ないかもしれませんけども、場合によってはですね、対策外のことが出てしまうと、全く手が立たないということもあるかと思うので、ここのところは日頃の学科試験のところをしっかり対策して、計算式を覚えるところを覚えていくとか、そういうことをやっていればできると思うので決して難しいところじゃなく簡単なところで正解を取っていけばですねここは必ず合格できますので、まあ、合格率高くなくてもやることをやっていれば必ず合格できるということをですねご理解いただきたいと思います。はい、ということで、まあ、時間になりましたのでこれで終わりですがぜひ配点予想を活用いただきまして例えば1級に、行っていただくとか AFP 取ってですねそのまま、例えば CFP 狙うとか、まあ、いろいろできると思うのでぜひこの先もですね、FP のところに興味を持っていただいて学習を継続していただければと思います。では、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。